チェーザレのミュージカルを再び上演できる機会を得て、明治座様には感謝しております。今度こそこの作品を皆様にお届けできるよう心から願っております。総理の冬に。皆さんこんにちは、中川明典です。私馬で登場させていただきましたが、実は私が演じますこのチェーザレ・ボルジア、彼も馬の名手だったそうです。ということで今日はこういった機会に恵まれました。まだ一人で馬に乗って走るというところまではできませんが、今日は昨日 の日本中が今燃えています、サッカーの日本代表のですね、姿に勇気をいただいて今日は頑張ってみました。しかし心の中ではちょっとドキドキバクバクしていた部分も隠しきれませんでしたが、先ほどのこの作品、先ほど総力指先生からのメッセージでもありました通り、2020年に上演する予定でした。さまざまなことが、一つこの作品を再びこう上演させてくれる、そういう追い風となって今日々作品の中で稽古を積んでいるところです。皆さんにぜひ見ていただけるその日に向かって、精進していきたいと思っております。今回僕は、ミゲルという役で、中川さん演じるチェーザレの、忠実な腹心という役で、常にそばにずっとね、こう添い遂げながらサポートする役を、やらせていただきます。本当に僕にとってはミュージカル初挑戦なんですけれども、本当にそうそうたる出演者の方々として今稽古させてもらってますけども、日々、新鮮な発見があって驚きがあってワクワクしてドキドキしております。初めて僕は人前で多分ね歌を披露したこと多分ないんですよ。なので多分初めて立花ケンチが踊りを封印して歌を歌うというシーンが見ると思いますので、ぜひそちらも、ちょっと楽しみにしてもらえると嬉しいなと思ってます。あとですね、実は昔海外旅行に行った時ですね、ロサンゼルスの空港で空港の何ていうんでしょう、検査官の方から普通に Are you Spanish? って聞かれたことがあったんですよ。普通のメイクも何もしてないんですよ。このままの状態でいて Are you Spanish? って聞かれたことがあって、いや I'm Japanese っていう経験があったんですけど、今になってスペイン人役がついに来たかと、20年越しにその役が来たかと、ちょっとワクワクしてます。2年前にコロナ禍で残念ながら中止になってしまったということで、僕は今回からの参加ですけれども、本当に顔合わせの時に前回からいらっしゃる皆さんのですね、ものすごい熱い思いを聞いて、これはちょっともう僕も途中参加ですけれども本腰を入れてこの座組に本当に命を懸けるぐらいのつもりで行きたいなという思いが本当に今メラメラと湧き立っております。最後まで皆さんと一緒に精一杯このチェーザレの世界観を生き抜いていきたいと思います。よろしくお願いします。こういった絢爛豪華な衣装をまとってですね、この素晴らしいミュージカルに参加できることを大変光栄に思っておりますし、皆さんがもうおっしゃってくれているこの作品、コロナ禍をくぐり抜け、生き抜け、生き抜いて、そして、いよいよ来年、生まれようとしております。私が演じる役はですね、中川さんのチェーザレの父親になります。ロドリーゴ・ボルジアという男でして、もう権力のために教皇になりたいと野心を燃やす男でございます。権力闘争というのが果たして一体どんな意味があるのか、虚しさ、儚さ、そして人間らしさ、いろんなものを息子チェーザレに託すんですけれども、隣にいるミゲルも含めて若い、青春群像劇でもあり、私たちのような、ある意味、いろんなものを生き抜いてきた俳優たちが化け物のように登場しますので、どうぞその辺もご覧いただければと思います。私も今日馬に乗りたいと何度も言ったんですけど、馬が嫌がるでしょう、体が大きすぎてということでしたので、遠慮させていただきました。それから今ケンチさんの言った話を思い出したんですけど、僕はですねよくアメリカ行くとね、ああいうメキシカンって言われる。そっちでしたか。まあどっちかというと意外と濃い顔ではあるんですけど、今回スペインのこの名手ができるということで、ヨーロッパのその時代のローマを中心にした、イタリアを中心にした歴史壮大な絵巻を皆さんにお届けできればと思いますし、明治座が150年という、会場150年でオーケストラピットを開けるということですから、どういうオーケストラピットなのか、ぜひこちらも音楽とともに楽しんでいただきたいですし、
私も今年こういう仕事を始めて35年という、ありがとうございます。35年という時間を生き抜いてまいりました。150年にはかなわないですけれども、1年1年お初ってことがなくなるんですけど、明治座という劇場に立たせていただくのが初めてになります。新鮮な気持ちで、皆さんにこの作品を届けてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。実はこの作品何年も前から上演のタイミングをいつにしようか考えていらっしゃるスタッフの皆様、皆さんの思いというのを、感じていたので、やはりこう決まった時には僕16歳演じるんですね、チェーザーで。ちょうど11月で僕40歳になったんですね。なんで、2023年かってちょっと終わった気持ちは今でも覚えてます。そしてようやくこの間稽古場で顔合わせをしました。その時に、いよいよ本当に始まるんだ、その実感を感じた日だったんですけど、その時に明治座のプロデューサーの皆さんからこの作品の思いをみんなにお話しくださったんですね。でこの作品は2020年の時にはオリジナルミュージカルを作るという、このオリジナルという言葉に僕もどこかこうやりがいと、でももしかするとこう気負う自分もいたのかななんていうのが今振り返ると思うんです。でこの約3年ですかね、月日を経て一人の人間としてもさまざまなことを経験させていただいて、そしてこの顔合わせの時に三田さんのお話を聞きながら、この作品のなんかこうチェーザレとして自分が何をこの作品の中で生きていくんだろうっていうことがだんだんこう見えてきたような時間だったんですね。チェーザレは悩んでいるんですね。そして葛藤もしているんですね。歴史に名を残したチェーザレという人物はあまりいい印象を与えるような人物ではないのかもしれません。でもその人物の若かった頃、青春時代を切り取っている。で私たち生きていて悩みや葛藤、さまざまな思いの中で生きていますが、そういう思いがやっぱりこの作品の持つなんか一つのマグマとなって、そしてルネッサンスという時代が変わっていく、そしてそこには希望や明るい何か未来を思い描く、そういう光に満ちている、そういう作品が今のこの時代と、そして私が経験させていただいた2020年の苦い思い出、でもそれをもう全て追い風としてこの作品の中でこれでいいんだよという指針をくれているような、そんな顔合わせを経て、運命の役と出会えたんだなと再び実感しているところです。吉野さんどうでしょうか。長くなりました。とんでもない、とんでもない。青空の下で喋ると永遠と喋れそうな感じがして、我が息子らしい。ありがとうございます。僕はですね、この作品、オリジナルミュージカルとして並々ならぬ思いで明治座さんがお作りになるということで参加させていただくことに、本当にコロナ前ですね、期待を寄せて稽古を積み重ねまして、ちょうど全てのリハーサルを稽古場で終えて、いよいよ劇場に入るというところで、やむなく中止、無期延期ということが決まって、本当にその時の時代を感じたというか、その後皆さんもご存知の通り、お客様もそうですし、劇場や演劇を愛する人たちが苦しい時間を過ごすことがありましたけれども、こうやってまた再演が本当に決まって心から嬉しく思っています。この作品のまさに力であり、そしてそれを何とか達成したいと思う明治座さんをはじめ、またそれを支えてくれるお客様の思いだと思うので、その思いに応えてまた一から積み重ねていきたいと思います。本当素晴らしい音楽がオリジナルでたくさんありますので、ここから名曲がたくさん生まれていくと思います。ぜひ劇場で大会いただきたいと思います。もうお話いただいてから、一度中止になってしまった作品ということを、聞きまして、その後に、お話を受けさせていただいて顔合わせをして稽古をして、本当に
多くの方がね、そのまま初演の時から残っているんですけれども、途中参加の僕らのことも本当に温かく、迎え入れていただける座組だなと感じました。そして本当に前回は多分ね、本当に完成まで行ったわけじゃないですか。今回僕が初日から稽古参加していて思ったのは、一回もなんかもうゼロに戻そうとしてるなっていう気合を感じるんですね。なので前回はこうだったけど今回はこうしようとか、そういう試行錯誤を今日々みんなで随所でしていて、昨日もね、最後稽古終わった後に中川さんと藤岡さんと一緒に結構深く熱くなんかね話させていただいて、それは僕もすごい刺激になりましたし、改めて本当のこのチェーザレってものをゼロから最高の作品するべく皆さんが切磋琢磨してるんだなっていう感じで、僕も改めて気合が入ってますし、あと実は本読みの後にですね、多分別所さんがね帰られた後です、きっと演出家の小山さんと残ったメンバーで話した時に、小山さんがみんな別所さんすごいよねって話になって、別所さんの本読みの時のもうキャラの出来具合がすごかったんですよ。でそれをみんなで小山さんと一緒にあそこまで行こうねって話をしました。でも本当に別所さんが醸し出されるクオリティと圧力に僕らも本当についていきながら、圧力って圧力すごいんですよ本当に。存在感。そして中心には中川さんにしっかりと立っていただいて、最大限やっていけたなというふうに思っております。僕、日本語のやっぱり言葉の持つ美しさ、音感ですね。そしてこれチェーザレ、このヨーロッパの時代を描いている作品なんですけども、日本のオリジナルミュージックということですよね。なので日本語と、そして柴犬さんのこの旋律がぴったりとはまって、なんか日本語の美しさっていうのはすごく感じました。どうですか？いや、感じました。本当に世界から素晴らしい舞台、僕もレミゼラブルとかミスアイモンとかマイフェアレディとか演じさせていただきましたけど、それを翻訳して作るというのとまた違う、日本語のある歌詞の意味とその流れを組みながら、しかもリズミカルだったり多様なね音楽、僕はスペイン出身ということも含めて、とてもラテン系 のそういったリズムもありますし、甘美なメロディーもありますし、とても難曲というか難しいアプローチをしなきゃいけない作品、楽曲もあるんですけど、そのキラキラ輝く音楽たちをぜひ感じてほしいなと思います。そうですね、僕もいつも自分のグループ の活動で披露している曲のジャンルがちょっとまた違うんですけども、本当にいい曲ばっかりですよね。本当に柴犬さんの本当に素晴らしさだと思うんですけども、僕も初めての経験で歌ってても、歌うことって本当楽しいんだなって思えることができましたし、方々の曲を聴いてても、いい歌だな、なんかこう感情がかきたてられるなって思いも随所でありますし、あとこれあんまり言えないですけど、量がすごいですよね。 M ナンバー今回すごいんですよね、きっとあれね、はい、そう僕もちょっと初心者でも分かんないんですけど、普段はだいたい M30 とかね、そんなもんですね、40、これ確か M50 51とかまでありましたからね。そうなんですよ、もうめくるめくみんな歌いっぱなし、喋りっぱなし、歌いっぱなし、ハイリヒ七世、今回横山大輔さん、そしてダンテ・アリギエリ、これ藤岡正樹さん、この二人が歌うナンバー、ミュージカルというとやっぱりお芝居から派生していく、そしてそれが芝居のように歌のように、そしてってこうなんか物語の世界観がいざなわれていく、もうお芝居というところでいうと、なんか一つダンテとそのハイリヒ七世、チェーザレ、私たちが今演じているこの生きているチェーザレの時代よりはるかに時代を遡っていく時代に生きていた人たちのナンバーというのは、このハイリヒ七世という人間とダンテという人間が何世惹かれ合ったのかとか、その強硬派皇帝派、2つのこう覇権争う2つの大きなこう分かれがあるんですけども、それが分かれたままではなくて、一番最良の政治、なんか均衡の取れたそういったものをこの2人が私たちに示してくれている、そういうなんか時代にチェーザレが思いを馳せて、またダンテという人間に憧れて、この人に時空を超えて会ってみたい、話を聞いてみたい、ダンテの考えを聞きたい、
なんかこんなシーンがあるんですけども、そこの音楽っていうのは素晴らしいなと、なんか個人的には聞いていただいた。どのナンバーもぜひ体感していただけたらと思います。こんなミュージカルを経験させていただく機会が本当にあって、でその経験させていただくたびに、なんで日本でオリジナルミュージカルが生まれてこないんだろうっていうことをこう思うようになりました。でそれは僕にとって一つの、自分がいつかミュージカルというものがこう市民権をもっともっと得たときに、日本の中にもこういうオリジナル作品があるんだよっていう、なんかそういうものをしっかりと残せていけたらいいなという思いがありました。そんな中で今回この明治座さんのオーケストラピットを初めて開けて作品を作るということで、こういうところにまずお声をかけていただいたっていうところがまず僕の中で本当に嬉しいです。これまで20年今日ミュージカルの世界でも経験をさせていただいていますが、オリジナルを作るということはどこかウエストエンドやブロードウェイから権利を買って、仮に日本人の解釈やオリジナルの演出、そういったものを取り入れた上演の形だったとしても、その稽古を経験させている自分自身だったとしても、お手本や見本があるんですよね、そこには。でもこのチェザレという作品はお手本も見本もなく、ゼロからこの集まった素晴らしいクリエイターキャストの皆さんと共に作り上げていく、この経験の全てがオリジナルミュージカルを作っていく経験なんだと、まあ、当然ながら日々実感していく中で、悩みもするし答えがなくてもどかしい時もあるんですけども、そこを先ほど立花さんがおっしゃったように、みんなで話し合ったりとか、そして自分にはない経験をたくさんされている他の方々へのリスペクトを持って、そうやって化学反応を持っていく、そういう場を明治座さんのこのステージでいただけていると、この経験は何か何にも代え難いものなのかなと思っています。やっぱりお客様が入って幕が開いた瞬間に、あのオーケストラピットから音楽のシャワーが溢れ出て、劇場いっぱいに満たされていく、その日を夢見て希望を絶やさずに作品作りに挑んでいきたいと思っています。今日はいい天気の中です。こうして皆さんと、お会いできて、いよいよチェザレがこの作品が幕を開けるという実感をさらにいただいています。いただいているという言葉を使いたくなるぐらい、一人では何もできないんですね。やっぱり集まったこの時代に今生きている、全ての方々と共にこのチェザレという作品が生まれていく、その瞬間をですね、作っていきたいし、また育んでいただきたいし、また応援していただきたいと思っています。どうぞ皆さん、この作品が幕を開けるまで応援、そして幕が開いてからも無事に幕を下ろすことができるように、私たちの進化努力を支えていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。